暖かい冬の始まりから一転、ドカ雪に悲鳴。8日からの大雪で県南部では一時平年の10倍の雪が積もったところもありました。過去には交通機関が麻痺するなど生活に大きな影響を及ぼした豪雪も。大雪は災害級の被害を及ぼす場合もあります。より早くより適切に雪に備えるために知っておきたいポイントを和田浩一郎さんとお伝えします。教えて気象台です。秋田地方気象台防災気象官和田浩一郎さんです。よろしくお願いします。さあ和田さん、今日のテーマは雪ですね。はい、テーマはこちら、ドカ雪への備えです。本格的なこの雪の季節を迎えまして、より早くですね、雪の対策、こちら、降り方に合った対策を取るにはどうしたらいいのかということをお伝えしたいと思います。まずは様々な教訓を残した過去の豪雪を振り返ります。皆さんの記憶にも新しいあの豪雪からです。2005年から2006年にかけて県内を襲った平成18年豪雪です。1月5日には秋田市で74センチの積雪があり、交通機関が麻痺。秋田新幹線も開業以来初めて終日運休しました。はい、暖冬と言われながら豪雪となった年だったんですね。秋田市では降った雪の合計なんと4メートル40センチを超えました。秋田市でですか。そうです。で、雪の事故で亡くなった方も過去最悪の24人に上りました。気象庁はこの大雪を平成18年豪雪と命名しました。命名は昭和38年豪雪以来2度目だったんです。そしてこちらがいわゆる三八豪雪の様子です。そうですね、山形地方気象台に残っていた当時の写真ですけれども、雪でバスが埋もれたり、雪が建物の2階の高さまでも積もったりしています。映像はラッセル車ですね。はい、そしてこの雪によってですね、集落が孤立しました。で、集落が孤立したということでですね、当時はヘリコプターではなくてですね、飛行機でパラシュートで、救難物資を落下させたということもやってました。それぐらいの被害が生まれるということなんですけども、この被害の様子見て新岡さん、いかがですか。三八豪雪というと、もはやもう歴史上のこととして学んだんですけど、ただこうして映像あるいは静止画こう写真を見ると、改めてものすごいことだったんだなって思いますね。そうですよね。和田さんは印象に残っていることがあるんですよね。そうです、私の生まれはまさにこの三八豪雪の被害があった山形県の置賜地方だったもんですから、まあ、当時小学校 6年生だったんでですね、雪が多いということぐらいしか覚えてはいないんですけど、大変な豪雪だったということは覚えています。ここまでの歴史的な豪雪とはいかないまでも、大雪になれば被害や交通の乱れが心配です。実は少しでも早めに備えたいとき役立つ情報があるんです。はい、それがこちら、大雪に関する異常天候早期警戒情報というのがあるんです。ご存知でしたか皆さん。初めて聞きましたね。そうですか。これはですね、平年に比べてかなり多い降雪量が予想されたときに発表される情報なんですけれども、で、これと週間予報ってありますよね。で、週間予報は向こう1週間先までの天気予報なんですけども、この異常天候早期警戒情報は2週目以降を対象に、発表する。さらに先を見通してるんですね。そうです。こちらは気象庁のホームページで確認することができます。ですから早めの対応を取ることができる情報だということになりますね。はい、この情報なんですが、少し前にも発表されて的中しました。こちらをご覧ください。こちらの映像は、はい、実は今月10日に私が撮影した宇後町の自宅の様子です。雪下ろしをしてきました。大変そうですね。結構積もっていますよね。12月10日この時期に雪下ろしをするというのは私初めてで、まさかの事態ですよね。はい、しかもこの雪の質見てください。粉雪じゃないんですよ。1階に降った雪なのに。
そしてこのように屋根の上には80センチ雪が積もっています。1回に80センチ降ってしまったということで、この時は早期警戒情報が3日に発表されて8日から大雪になると予想されていました。そして実際に8日から県の南部で大雪となりました。なぜ大雪になったかというとこちらです。はい、天気図ですね。はい、県南部の日本海の方を注目しますと、日本海に西にくの字に曲がってる等圧線ありますが、はい、こちらに気圧の谷ができて、そこで発生した雪雲がこのようにレーダーで見ますと県南部に指向してベタッとした雪を降らせたということで、で気圧の谷が過ぎてからは西高東低の冬型の気圧配置になって、まんべんなくですね、雪が降って、このダブルパンチで県南は大雪となってしまったというふうに見ています。この時どんな雪が降ったかというとこちらです。重さを測ってみたんですね。そうですね、重さが気になったんで、この時同じ雪を高さ80センチの箱を近くの大工さんにですね頼んで作ってもらって測りました。はい、そしたらほう34キロって出てますが、これって重いんですか？はい、粉雪、乾いた雪の場合同じ体積で測った場合は一般的には10キロぐらいというふうにこう言われていますので、それから比べると2倍3倍といったような重さですから、結構湿った雪が今も屋根の上に乗っかっているということなんですね。はい、重たい雪はもう大変、作業が大変だと思いますが、そうです、安全のため和田さんのように命綱やヘルメットをしっかりつけてください。ぜひそのようにお願いしたいと思います。それでは改めて注意点をまとめました。里雪型と山雪型。そうですね、里雪型の場合は沿岸部に湿った重たい雪が降るということですから、木が倒れたり、あるいはカーポート、小屋の倒壊、それから着雪、電線に着雪雪がついてですね、停電とかありますので注意が必要ですね。一方山雪型はこちらです。内陸部に、いや山沿い中心に大雪になったりもします。特に吹雪でホワイトアウトしたりもしますし、吹き溜まりに、交通障害等にも注意が必要ということになります。このように雪によっても注意するポイントは異なるんですが、今週お伝えした異常天候早期警戒情報が今日出されました。27日頃から1週間ほど低温と大雪になると見込まれます。和田さん、雪下ろしなど注意が必要ですね。そうですね、ぜひ、ヘルメットとそれから命綱、複数で声を掛け合い、これをぜひ守っていただきたいと思います。